録画ってなったらいいですよね。そう、録画も必ず。はい。これコートはこれだけでいいんですか？コートはこの1コートだけで。あ、大丈夫です。へえ。なるほど。なんか濡れるけみたいな。濡れたらこうカメラが死ぬけみたいな。雨降ってきたら、はい、ビニールとかかぶせる。ビニール袋かぶせて。はい、あとできればタオル上からかぶせて。わかりました。とりあえず雨しのいだら。わかりました。いけんちゃうかなと思います、はい、急な雨でしたね。いやほんまに初め小雨で行ってきたかなと思ったら、はい、めっちゃ降ってきて。確かに。あ、すいません。避難してました。テントに。これダメなんだ。濡れちゃうダメ。もう濡れたらアウトになる。ああ、そうなんだ。中止になってました。中止になってました。ああ、やっぱそうか。すごい土砂降りですよね。雨雲見たらここしか来てない。ゲリラ豪雨。ひどすぎ。こんなに暑かった。ああ、こんなに暑かったら怒ってもおかしくないな。ああ、そうだね。生き物の状態が。でも暑さは気をつけて。でもね、今ブースでカロリーメイトのゼリーとかも出してるんで、報道でって言っていただいて、どうぞ、すごくしてください。はい。じゃあ、失礼します。ありがとうございます。あ、どうも、全然、落ち着いて。うまかった。うまいっすね。いや、さすがにうまいっすね、やっぱ。これまだ1試合目っすね。1試合目っすよね。これ今1試合目です。団体戦は、はい、もう1つのこの学校との試合が終わるまで回し続けてください。わかりました。え、あ、はい。
なるほど。もうずっとですか。もうずっとで、はい、でそれで学校が変わったら、はい、試合終わったらもう録画停止してもらって、はい、停止って、あ、同じ録画開始ボタンと同じとこなんで、これそれでカメラ別に動かさんでいいですよね。カメラもこのまま固定で、はい、あと録画開始前に、はい、あっこ の, あの学校名書いたスコアボードを写して、はい、そこから録画開始してください。わかりました。え、録画開始してからじゃなくていいんですか。録画開始する前にですか。録画開始し て, してその酔った状態で録画開始して、なるほどなるほど、でちょっとしたら引いてですね。はい、わ、はい、かりました。あと速報ツールとかって大丈夫ですか。確認してもいいですか。はい、速報ツール、LINE の方に、はい、あLINE さっき参加しました。ノートに、今入りました。はい、でこれの速報の方で、これでログインするときの、そうですか、そうです、はい、E メールが、はい、下がパスワードになってるんで、はい、あ、それ打ってもらって、わかりました。で、E メールがこれですよね。はい、ここからコピーしてもらって、これで全入るっすよね。I N H I で大丈夫です。はい、で、このテキスト実況の新規追加で、はい、でこのテニス、はい、今女子、で女子団体戦にしてもらって、はい、で検索かけてもらうと、はい、こう各校名で出てくるんです。はいはい、今ここ聖霊短大附属と、はい、熊本学園、なんか。で、まあ、試合が始まるときはこの試合 で, でこのライブチャンネルとは第1位なので、はい、この1位松江試合選んでもらって、はい、であとこれで更新すれば、はい、告知が出る。なるほど。速報とかやったら例えば今雨の中止ですが、そういう風なとか、 あと今何対何でリードしてますか、勝ってますみたいな、試合が終わったらこれで、ここに点数入れれるんで、はい、この点数入れてどっちが勝ちましたっていうのをこのままで送信したら Twitter の方にも分かりました、流せる。ここはもう団体しか行われてますか。今は団体っす。あ、始まってますか。多分あと1ゲームどっちかが点数入れれば終わりみたいな。今88ですか。今88です。88、ここだけ一向に終わる気配ない。用途もめっちゃ強くて、はい、高校生とか中学時代はテニス部だった。いや、あ、違いますよね。俺テニスあんま分からんのんで。去年もテニスやってた。あ、そうなんですか。大学生の方ですか。はい、島根大学。どこですか。あ、僕関西から来てる。 あ、そうなんですか。はい、やば、関西から島根まで。そうです、僕去年だから近畿総体。はい、あ、なるほど。
いや、島根県立です。島根県立、はい、明日は今日、祭り自体は今日で終わりです。一日だけで。明日は浜田います。
して僕が提出。